皆さんこんにちは、タダチャンネルのお時間でございます。はい、本日ですね、何やら冷たいどでかいものが送られていました。これね、姉の家から送られてきたんですけど、どうやら魚らしいです。それではこちらを開封していきます。あ、ハタハタか。うん、凍ってます。ハタハタ、お魚がハタハタにあります。すごい量やな、これ。このハタハタの特徴は、このハタのような絵でございます。これ鱗は取らんでいいんですね。鱗は取らずに大丈夫です。このハタハタしたヒレがハタハタの名前の由来です。これかわいいな、これ。ヒレヒレめっちゃかわいい。ハタハタしたヒレ、ほんまにハタハタ。さばいていきます。ポイントとしては、このヒレから、そう、この腹びれにかけて、その頭から斜めに、あ、こうそう、斜めにカットします。そして内臓を抜いていきます。ここをきれいに取れば、たぶんいっぱい取れる。この子はちなみに鱗は取らなくて大丈夫です。鱗あるんか、これ。ないね、柄がね。チーター柄です。はいはい。さっきうまくね。なんでこんな高いの。あ、お腹かいやで、うさいだ。はい、決めました。はい、そして、あ、内臓くれるやつ、うまいらしいの。卵。44匹。1時間半でさばき上げました。そしてこちらは、この白子は茹でてポン酢で味わいたいと思います。それでは調理しましょう。はい、じゃあみりんを入れます。大体でよろしいです。濃い口醤油、それを入れていきます。そして揉んでいきます。酒も入れていきます。ニンニクを入れていきます。生姜を入れていきます。それでは片栗粉を入れていきます。白くならないのかな。しっかりまとわせましょう。はい、まとわせました。これをあとは油の中に放り込むだけです、はい、それでは投入していきます。冷凍きつね色とか言わずに、もう結構いけますね。これで身が薄いんでね、これで揚げましょう。薄いので揚げすぎに注意でございます。こちら卵は入れて塩水にします。塩水に入れて沸騰させます。これで沸騰させます。沸騰して2、3分経ちました。もう大丈夫かな、これぐらいで。はい、それでは火を切りたいと思います。氷水に冷やします。しばらく冷やします。はい、ポン酢をかけます。はい、ハタハタの肝と片
こちらハタハタの身になります。完成でございます。じゃあそれではいただきます。こちらの、ポン酢でもソースでも何でも美味しいです。こちらもポン酢で、ね、つけていただきます。うま、白子もうま、うん、あ、めちゃくちゃうまい、めちゃくちゃうまい。ほら、行きましょうか。なんか怖い。いけるけど。うまい。生姜とニンニクがよく効いております。最高。ご飯によく合います。はい、結構シソがめちゃめちゃ合う。めっちゃめちゃ合う。うまっ。ポン酢かけて、シソで巻くとめちゃくちゃうまい。あとはこのハタハタ本体の味で言えば、ちょっとシシャモっぽいのかな、シシャモに近い味が。ごちそうさまでした。はい、今回はねハタハタを食べていきましたけど、ハタハタはね煮物とか塩漬けとか干物とかいろいろ調理法があるみたいです。初めての魚でした。まあ唐揚げもねめちゃくちゃ美味しくて、ご飯がどんどん進みました。はい、僕の中では今回したあの唐揚げが結構おすすめです。皆さんもハタハタを食べてみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。